はい、で組織によってここは施設編です。まずここの博物館の前身である大阪市立自然科学博物館、これは1950年に天王寺に今でもあります美術館、そちらの廊下で自然史標本の展示を始めたというのが始まりです。はい、でその後一応大阪市立自然科学博物館と名乗って、元その動物園の園長だった筒井義孝さん、これはあの作家の筒井康孝のお父さんですね、はい、が天王寺の動物園から博物館の方に館長として移って、その頃のスタッフの数が3人かなんかですかね、確かね、はい、その頃の官房、これもなんか開いてもらったらスタッフが何人いてみたいなこと書いてます。でその後、西区のうつぼに移って、まあ、一応自然科学博物館、美術館とは別の独立の建物で、活動開始したというのが1957年。その後、この長井に大阪市立自然史博物館として移ってきたのが1974年と、いうことです。で自然科学博物館の時代にとにかくもう資料を集めるんやということで、いろんなところに遠征に行ってますね。でいくつか1951年北山京、53年トカラ、小豆島、友ヶ島、58年にはニューカレドニアにも行ってますね。古い資料を見たらどんなんが見つかったみたいなことも書かれてます。でその当時北山京の1951年の調査には朝日新聞も一緒に伴って、この熊野を探るとこれは二人で自然博物館で、調査した時の一緒に行った時で記事も毎週出てたみたいですね。そんなのをまとめた本です。でこれトカラのシリーズもありますわ、同じように、はい、それから宝塚昆虫館、これも、1939年から68年まであって、特に戦前はものすごいお客さんあの来るような人気の施設やったそうです。で有名な話では、あの手塚治虫ってあの漫画家のね、あのアニメを始めたあの方ここの近所に住んでて、で近所で虫取りして、でここの宝塚昆虫館の学芸員に虫の名前もうしょっちゅう聞きに来てたそうですわ。で自分で昆虫図鑑書いてたりもしてましたからね、はい、でこの標本は宝塚の標本とはその後宝塚標本がなくなってから、こちらの博物館に移管されたんですけど、その時のまま当時多分展示されたまま置いてある箱ですわ、はい、そういったものもあります。で宝塚の中に白北、旭区の白北にも昆虫館がありました。あ、宝塚は阪急電鉄が作ったんですが、こちらは大阪市が作った、昆虫館、です、はい、でこれも、まあ、戦後はもう完全に閉じてしまって、物置小屋になった、らしいです。でこれか知ってる方教えてほしいんですけどもね、あのこの写真見たらどう見てもこれ戦前の写真じゃないんですよね。で多分1960年ぐらいの写真なんです。でということはこの白北昆虫館って一回終戦の時なくなったけども、60年ぐらい再開してるんじゃないかなという気がするんですね。で私新聞記事とか結構探してみたんですけど、全然載ってませんでしたですね、はい、でもその後、またほっとかれて1974年かなんかにこの自然史博物館が長いにできる時に、じゃあ白北の標本もじゃあここに持ってこようということで、その時に移管されましたですわ、はい、だからこんなマイマイかぶりなんかマヒマヒかぶりって書いてますけどね、1935年の標本ですよ、はい、そんなんがあります。